夢ラジオ第203回、今日は平成29年2月12日日曜日です。時刻は午前10時、日曜日、晴れてますね。朝が始まりました。富士もくっきりと見えています。丹沢の頂上には雪が積もっていますね。ここ2、3日寒くて寒波来てるのかなって思いますが、晴れた冬の日、午後には気温も上がってくるでしょう。さて、203回目の夢ラジオです。今回は経済学のお話、ジャン・バティスト・セイ取り上げます。ジャン・バティスト・セイ、セイさんですね。フランスの人です。18世紀から19世紀にかけて活躍しました。アダム・スミスの後輩格にあたります。セイはフランス人ですが英語も読めたので、スミスの国富論読破したようですね。それに大きく影響を受けて自分も経済学の道に入りました。もともとセイは実業家で、工場経営で成功して大金持ちになったんですね。時間ができたんですよ。ですから、まあその時間を使って経済のことについて、まあ、いろいろ発表しているうちにいつの間にか、まあ、経済学者になっちゃったみたいな。とはいえこの頃まだ大学に経済学部というのが存在せず、経済学という形で学者になることが、まあ、できなかったので、まあ正義そのものはさっき言った実業家としての資金力がありましたから、まあそれを背景として学級生活を遅れたってこと。スミスも結局大学では道徳論、道徳哲学を教えていたし、初めて大学で経済学を担当したのは、そして経済学部の教授となったのはマルサスですね。リカードも結局大学で職を得たりということはありませんでした。今回のセイもそうです。ちなみにスミスの後輩格というふうに言いましたが、年齢的にはセイというのは古典派経済学の第二世代、つまりさっきお話したマルサスやリカード、そしてジェームズ・ミル、この辺の人たちと同い年ぐらいで、同世代で、ですから彼らとも交流があったようです。英語のできるセイでしたから言語の壁は困らなかったんですね。そんなセイが1803年19世紀になったばかりの頃に発表したのが経済学概論、経済学概論、トレテデコノミポリティック、トレテデコノミポリティックですね。政治経済の論、政治経済論というのが直訳ですが、まあ経済学概論と日本語では訳されています。
ちなみにこのエコノミー・ポリティック、英語ではポリティカルエコノミーですが、まだこの19世紀の前半とか19世紀の真ん中とかは経済学という言葉もなくて、今でいう経済学はポリティカルエコノミーだったんです。ですからこの夢ラジオでこれまでご紹介した多くの経済書も18世紀そして19世紀のものはほとんどポリティカルエコノミーという現代だったはずです。それがエコノミクスというきちっとした経済学という言葉になっていくのは新古典派のマーシャルからですね。だからもう20世紀になってやっとエコノミクス経済学というのが呼び名としても確立したということ。さてこのナポレオン時代に出された経済学概論、生産物あるいは商品の販売先、これがテーマです。生産物商品の販売先です。セイはこんな風に始めるんですね。生産者はうまく売れない時、自分のね生産したものがうまく売れない時、それは買い手に消費者にお金がないからだ、あるいは世の中にお金が行き渡ってないからだ、こんな風に考えがちだと、こう始めるんですよ。生産者がいました、作ったけどあんまり売れません、なぜだ、それは消費者にお金がない、あるいは世の中にお金がそもそも行き渡っていないと。しかしとセイは主張するんですね。ほとんどの商品はお金という形で売買されますけれど、その売買された後そのお金だけで持っていたら実は意味がなくて、そのお金でまた別な商品を買いますね。ここに着目するんですよ。商品のほとんどはまずお金に換えられると。だけどそのままお金だけ持ってたって意味がなくて、そのお金で使いますよね。だから他の商品に買うんだと。するとある商品が売れてないのはね、世の中にお金が足りてないとか消費者がお金を持ってないというよりは、むしろ他の生産物が足りてないから売れないんだ。大事ですよ。他の生産物が足りてないからお金で媒介しようと思っても媒介ができず、自分が売ろうと思っているものも売れないんですと。ですからこんな風な論になるわけです。生産者の数が多くなればなるほど、そして生産が増えれば増えるほど、販売先はより簡単に見つかり、より広くなっていく。つまり社会全体で生産されるものの量がどんどん増えていけば増えていくほど、お金の向こうにある別な生産物、別な商品が増えていくことになり、自分が売ろうとしている商品も売れていきますよと。まあこの議論の大前提は人が貯金しないというのが前提ですね。つまり何かを売ってお金を得たら、それをすべて他の商品の購入に回すというのが前提ですが、この前提に立った場合、セイによるとね、人はお金を稼いでもお金だけでは意味がなくて、他の生産物を買うのだから、だから社会全体に生産物が大きければ多ければ多いほど、個々の生産者が売ろうとしたい
商品も売れていくよ。セイはこうも言うんです。生産が活発な場所ではそれ自体で買えるものが増える、つまり持ってる価値が増える。生産物は常に他の生産物に対して支払われる。これも貯金しないということが前提ですね。貨幣というのが商品と商品の仲介の役割しか果たしていません。正ではね。だから正によると貨幣自体は商品とはみなされません。そうではなく、貨幣は生産物と生産物をつなぐ橋渡しです。後に貨幣も商品の一部じゃないか、それはもう19世紀の後半のワルラスあたりですね。あの辺になって貨幣も商品の一部というふうに見なされていき、新古典派経済学が始まりますが、まあこの19世紀の初め頃、西洋の時代では貨幣は商品と商品の媒介物、橋渡しに過ぎなかった。まあ言っちゃえば商品の裏にペタッとある交換機能だけだった。ならば自分の商品を売りたければ、他にも商品が増えてれば、他にも商品が増えてれば、その自分の商品の販売先も増える。結局この正の主張というのは販売先の法則と呼ばれたりもするんです。販売先の法則、ルア、ルアデデブーシュ、こうですね。フランス語で言うとルアデデブーシュ、ルアというのがロー、英語のねに当たりますから、デブーシュ販売先なので、販売先の法則、何度も言いますよ。販売先を広げるためには世の中に他の商品が増えてくれればいい。そして有名な言葉、ある最終生産物はそれができた瞬間からその価値に等しい他の生産物の販売先を生み出す。これが本当なら世の中世話ないんですけどね。ある最終生産物はそのできた瞬間からその価値に等しい他の生産物の販売先をもたらす、生み出す。方策、いいことですよと正は言うんです。方策、農家だけでなくて他の生産者にとっても良いことです。なぜならば、より多くの収穫があったら社会により多くの価値がもたらされ、それゆえより多くの販売先となる。他の分野の人も儲かる。逆に不作となればこの世の価値が減っていきますから、全ての販売先にとって不振となっていくわけですね。ある分野の繁栄は他の分野の繁栄に等しい。じゃあなんで売れ残り残るんですか？売れ残ってるものいっぱいあるじゃないですか。それは正によるとね、ちょっと作りすぎてませんかっていう、こういう答えなんですよ。作りすぎてんじゃないの、正は。正によるとね、売れ残りの理由、あるいは人々が欲しい量を超過してんじゃない、あるいは価格が高すぎませんかとかっていう、こういう答えなんですね。だからあまりにも単純に作れば売れると言ってるわけではありません。
適正な価格でなきゃいけないし、量もやっぱあんまり多く作りすぎたら、それは売れ残りは出てきますね。けれど、そのあまりにも極端なことをしない限り、作れば売れる。これが正法則です。作れば売れる。ですから、供給それ自体が需要となる。こんな言い方もされますね。供給それ自体が需要となる。つまり、どこかで何かの生産が起きたら、その生産に対する需要がどこかで必ず起きる。失業も出ないんですよ、だから。理論上失業者がゼロ。確かにとある分野で供給過剰となり、失業者が出る場合ありますね。ところが、また別な分野では、ね、それに見合う需要が発生しているので、そこに行きゃいいじゃない、失業者は。こう言うんですよ。ある分野で供給過多となって失業者が出ても、当然その供給に見合う需要が社会のどこかの分野で出ますから、そして均衡しますから、失業者は今自分がやっていた仕事はなくなっても、その別なところで発生する需要、ここに行きましょう。この流動性の確保こそ社会にとって大切なことです。どうでしょうか。労働者はそう簡単に今までやっていた仕事とは全く別な仕事に入っていけるでしょうか。まあ、セイはそういう労働者の、まあ、適応力とかはあまり考えず、まあ、社会全体で見た場合ね、マクロで見た場合、どこかで供給が過剰となっても、どこかでその分の需要が発生するから、失業者は事実上ゼロ。自由貿易に賛成となります。外国製品を輸入したら、ね、外国製品を輸入したら、その輸入した分ですね、自国の製品が出ていく。自国製品の販売にもいいじゃないですか。つまり、外国品をね、買うとき、お金で買います。で、そのお金は、自国品の輸入で得たお金。さっきと一緒ですよ。輸入も、貿易も。ですから、お金が、等価値のある商品とある商品を仲介しているだけなわけですから、外国品の輸入、その分自国品輸出できますよと。しかも外国品によってね、外国品の輸入によって消費者の欲求が喚起され、おお、こんなもんあったんかと、今まで見たことない食べ物だ、お茶だ、着物だ、余計欲しくなる。そして、それに見合う形で、外国品の輸入に見合う形で、自国品の輸出が行われる。さっき、人は貯金しないということが前提だというふうにお話しましたが、この貿易においても、この正の主張、正法則成り立つためには、まあ、買ったものと売ったものがね、貿易においても同じ量だというのが前提となります。まあ、このようにですね、供給を増やせば、まあ、生産ですね、生産を増やせば、それに見合って需要も増大すると。供給がそれ自体で需要を作り出します。このように失業者は理論上ありません。ある時、一瞬ある分野で失業者出ても、それはすぐに他分野の同程度の需要の増大で埋め合わされます。自由な交換こそ素晴らしいことで、貿易にもそれは当てはまります。ですから、失業者について言うとね、
例えば農業を作りすぎて、ね、農業を作りすぎて価格が下がって、あるいは売れなくなって一瞬失業しました。じゃあその農家は都会に出ればどうですか？都会に出て活躍すれば、そこにはチャンスもいっぱいありますよ。そして農家が打撃を被った供給過多分の、ね、需要過多が都会では発生したりしています。農民の皆さん、都会にいらっしゃい。とバラ色の例を出したりしてますが、ね、そんなうまくいくんですかね。時期はナポレオンの時期でね、1803年で、ナポレオンの目にこの本止まりまして、経済学概論をと、このセイという男は使えそうだと、ちょっと呼べと。で、自分とこで働くようにナポレオンに言われるんですね、セイさんは。けれど、ナポレオンは大陸封鎖令というのをやっていて、貿易やめろというふうに言ってたんですね。それは、セイの自由貿易論と真っ向から反対しますから、セイは、ナポレオンの下では働けませんと。大陸封鎖令は間違っていますと。まあ、この独裁者に対して言っちゃったわけですね。ただ、ナポレオンも怒りはしたでしょうが、じゃあこんなやつもうね、殺してしまえみたいにはならなかったようで、まあ、セイはその後民間で活躍した、そんな経済学者です。この供給と需要は一致しますよという考え方は、古典派経済学だけでなく、100年ほど後の新古典派経済学なんかでも影響を与えていて、ですから以前ご紹介したピグーなんかも、このセイの立場、あるいは古典派経済学の立場に立って、まあ、失業者は理論上は出ないと、需要と供給はバランスするという、そういうふうな考え持ってたようですね。ところがそのピグーと同窓であり、彼の論敵ともなったケインズ、有効需要を作らなきゃダメだよ、供給過多がどこかの需要で賄われず供給過多のまま終わることがあるよ、これが20世紀でしたね。ですからケインズも、先ほどの正法則、供給が需要を作り出すを一般理論の中では引き合いに出して、バカ野郎と、まあケインズはバカ野郎とは言いませんが、まあ言いたいことはそれですね。そんな供給が他の分野の需要で埋め合わされることはできない、供給がそのまま供給過多で終わってしまうことがある、今の大恐慌を見ろと、生産手段に対して需要がごそっと抜けてるじゃないか、売れないじゃないか大量に。しかもケインズの一般理論の回でもお話しましたが、人には貨幣愛があるよってケインズは言いましたね。貨幣愛、すなわち溜め込むんだと、溜め込むことが自己目的になると、お金好きなんだ人は。ですからね、売ったものそのまま買ったりしない、売っても溜め込む部分もある、そして一旦大きなデフレになったら溜め込む量がもっともっと大きくなって、貨幣の価値がどん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 上がっていく。需要と供給は均衡などしない。ですから、ピグーとも論争となり、そして、まあ、セイと論争することはできませんが、セイについては、さっき言ったように、ケインズは批判的な立場を取りました。というより、今日ですね、この正法則が話題になるのは、ケインズの一般理論でね、批判された学説、ケインズが一般法則で批判した法則、その文脈で正法則語られることが多いです。言い方を変えれば、需要と供給が
何もしなくてもそのままバランスするという楽観的な考えは、もう今日取る人は誰もいませんね、ほとんど。さて、正法則ですが、いまだに楽観的にね、この世、経済を考えようという時には、この似た主張をする人もいるはいるんですが、20世紀になり失業者が多く出て、そして供給過多がそう簡単には解決されないということがはっきりしてからは、やはりまあケインズに軍配上がり、だからまあ正法則を20世紀にも主張しようとしたピグーですね、今一つ分が悪いわけです。こんな放送をしている私もやっぱり今考えても、さすがに作ったものが全部売れるとは思えないですね。あるいはもっと大事なこと、人間ってそこまで適応力や柔軟力は今の時代でもまだない。つまり農民に、お、農家でやっていけなくなったんかいと、ね、都会には需要があるからそっち来いやとは言えないものじゃないからね、人間は。その意味で言うと、やはり需要を政府が無理やりにでも作り出してやんなきゃいけない、有効需要が大事です。エフェクティブディマンド、これを唱えたケインズにやはり軍配は上がると私は思うし、今ね、日米の政府が財政出動の方に動いていこうとしているのも正しいでしょう。203回目の夢ラジオ、今日は19世紀古典派経済学、しかもフランス人の立場で展開した正を取り上げました。天気が明るくなってきました。光の量が増えてきましたね。春を予感させます。